じゃあ、ママ祭り、いきます。よーい、スタート。よし、精神集中する。精神集中。ママ祭りがさ、もともと YouTube とか全然見ない人なんだけどさ、うん、なんか見始めて、なんか自分の出た動画、あの配信見返して反省会してた、一人で。二人でじゃないんだ、一人反省会、一人反省会して、あーこんなコメント来てるーとか、再生回数なんか伸びてるよみたいなのをね、いちいち言ってきますね。かわいいじゃん。かわいいのかな。パパは絵描くときはどこから描くの？目か、あの顎か、どっちか。顎、ここの辺、この辺。顎から描くの。顎、頬とか顎とか、うんうん、か、まつりちゃんみたいに目から描くか、どっちかやね。なるほどね。パパはさ、いつからさ、そういう絵のお仕事を目指そうと思ったの？いつだっけ？高校ぐらいじゃないかな。へー、え、高校はとかはなんかそういう美術部とかだったんだ。そうそう、美術部と漫画に入ってて。へー、え、美術部って女の子多いイメージだけど、やっぱ女の子多かった？女の子多いよ。へー、じゃあモテたでしょうね、さぞ。いえ、全く。なんかごめん。悲しい。悲しい。そうなんだ。モテた、モテた。モテた？やっぱり？そうだよね。祭りのパパがモテないわけないもんな。お、そうやぞ。遺伝やぞ。遺伝やぞ。祭り別にモテないんだよな。あれ？あれ？なんか108人ぐらい女はべらしてなかったっけ？いや、女の子にはまあもちろん。もちろんですよ。まあそれ女の子にモテんのはね、まつりがそれだけ女の子のことを愛すからであって。うん。女の子にモテる遺伝子が受け継がなかったんだよ。まつりの口。まつりの口はニコッと。ニコ。うん。サイレン鳴ってる。サイレン。捕まりそうになっとる。何やらかしたん？おもらしした配信で。そんな罪が。これあー、かわいい。やれるような気がしてきた。やっぱ天才だな、パパ。絵を描くために生まれてきたんだね。やった、褒めてもらった。ちなみに残り時間知りたい？う、知りたい。5分41秒。あちょっとね、最初余裕ぶってまつりちゃんを泳がせとこうって思ってたんだけど、あ、後から高速で書いて神絵師っぽいとこを見せてやろうって思った。あー、さすがパパ。いや、楽しみだな。高速で書いて神絵師。やめてください、やめてください。大変あるのはやめてください。いやいやいや、さすがだって、祭りの海の親ぞ。そんなんね。そうぞ。うん、神絵師に決まっとるやんかね。えそう、フラグを立てていくのやめてください。いや、神絵師ですよね。え、やべ、神絵師っとこぽいとこ見せなきゃ、見せなきゃ。パパの絵好きだよ、任しといて。あとラスト3秒ぐらいで色がつくから。マジ？マジマジ言ったからな。嘘嘘嘘嘘つき。大丈夫大丈夫。パパ嘘つきだったのか、悲しいな。やべ、3秒、ラスト3秒になったら教えて。今日はママとね、お病院に行ってきたの。うん、おう、そう。どうやった？どうやった？わかんない。わかんない。いや、街付き添いだから、お姉ちゃんの。
そう、わかる。お姉ちゃんがなんかね、なんかのね、検査でね、なんかこう、ウィーンっていうさ、機械に座らせられてこう、やったって言ってた。ウィーン、パカーンみたいな足。ウィーンって、なんか改造されてない？改造されてるかもしんない。大丈夫な、それ。やばいかな。そのお姉ちゃん本物？わかんない。あれから喋らなくなってしまったから。やばい。やばい。改造された。改造されてるかもしれない。松井のお姉ちゃんが。ちなみにね、松井のお母さん、あの、父めちゃでかいんでよろしく。ああ、マジか。うん。あれです。G くらいあります。でかい。そう、だから松井ボヨンボヨンに書いちゃった。がっつりある。がっつりある。がっつりある。松井が受け継がなかったものが全てがここに詰まっている。がっつりの G だ。がっつりの G だよ。いや、いいな。がっつりおっぱい。がっつりおっぱい。がっつりおっぱい、なんかちょっとでかく描きすぎた感あるわ。なんか松井の夢と希望が詰まっているここに。あ、よいしょ。でかい。パパってアニメとか見る？見るよ。なんか今期おすすめある？今期何やってたっけ？ケモフレ。ケモフレ。かぐや様を告らせたい。うん。わたてん。わたてん。あと、なんかの、花嫁のやつ、なんだっけ。別に見てないんだよな。五等分の花嫁は今期？え、今期じゃなかったっけ？前期？わかんない。ああ、今期見てないかも。マジ？ケモフレ見ようよ。ケモフレ見る、見るつもりでいた。下半身ないんだよな。ずっとジオングみたいな感じ？かわいい。清楚なんだけど。清楚、清楚。清楚だ。あと30秒だよ。あ、マジか。色は？色つけます。色ペンペンペン。すごい。待って待って待って、ちょっと待って待って待って、色が、色が違う。どうしたどうしたどうした。すごい、絶対違うだろっていう色で塗り始めたからちょっと驚いた。あ、時間終わった。あー、よいっす。色が分かんねえ。色消した方がいいかもしれない、それ。えい、色消す。色消そう。これは頭にうんちついてる。いや、やめてくれ、そんな色じゃないんだ。よし、じゃあダウンロードしよう。パパうまいな。せやろ。神絵師だ、神だ、さすがプロだ。よし、いっぱい褒めてもらっとこう。 いつでも褒めるよ。なんか DM とかで褒めてって言われたら褒めます。よし、絵描いたら晒して褒めてって言われたで、みんな褒めてるよ、ほら。サスパパ、神。ほら。イェーイ、イェーイ。あざす、あざす。よし。じゃあ次がね、一応ラストにしようかなって思ってる。じゃあみんなが大好きな、祭りも大好き、みんな大好きな、あの方を書きましょう。誰だ？なんすか？
正解は